こんにちは、西村と申します。この度つまずきをなくす小5、算数計算を、出版する運びになりました。で、実は小5というのはですね、学校の勉強急に難しくなるんですね。で、これまでほとんどが90点だった、学校の試験が90点だった子が、どんどん下がってきて、どうも70点ぐらいしか取れてないな、なんていうふうなことが起こりがちな学年なんです。で、そうなってしまう原因は実は2つあります。1つは理解が曖昧な部分が残っていること、あともう1つはミスをしやすい習慣が何か身についてしまったこと、この2つなんです。で、この2つをなくしてもらうためにこの本を作ったっていうふうにお考えください。さて、目次です。整数と小数で、小数の掛け算を割り算で、あと概数までありますね。そして分数と書きながらも、いきなり倍数、約数、約分、数分というふうに、この小5での分数というのは異分母分数、分母の違う分数の足し算引き算、そしてあと分数をかける分数で割るというふうなものが入ってきます。ですから子どもにとってなかなか大変なところと思って、それが終わったなと思ったら、割合、非常に抽象的な単元ですね、というものが入ってきて、子どもが曖昧に理解しちゃうっていう部分がいっぱいあるわけです。で、それをなんとか、ああなるほどなっていう部分でちゃんと理解してもらって、正しくそれが使えるようになってほしいということをこの本では意識したわけです。さて、整数と小数です。で、小数点をどのように移動していけばいいかということ、右に移動させるのか左に移動させるのか、これを一つ一つ書いていってます。そしてこういう部分のコメントですね、数が書かれていないくらいにはゼロを書くようにしようというふうな細かい指示も、書いてみました。つまり、この本を、お子さん一人でもやっていける、別に親御さんが好かなくてもちゃんと読んでくれさえすれば自分一人でやっていける、そういう本にしてみました。で、小数の掛け算、この場合、小数点のある2つの掛け算をした場合、整数同士で考えて最後に、何倍かすればいいよ、もしくは逆に、何とかで割ればいいよというふうな、その仕組みもできる限りお子さん自体が理解しやすい形で説明していきました。はい、ここもそうですね、結局、このようにして書いていった後、小数点をどこに書いていくのかというふうにして、それを、このように、100で、割ったつもり、というそういう表現で表してます。はい、その次、小数の掛け算の筆算も、まずは普通の掛け算だと思ってやりましょうね、そして小数点はここにつけるんですよっていうふうにして、普段子どもたちがやっていく、方がいい方法、それで書いていってみました。はい、この部分もそうですね、このように子どもたちすぐこれ、取るのを忘れるんですね。で、合っているのに罰をもらってくる、学校の試験ではよくあることです。で、そういうものも意識して、書いてます。はい、で、その次、小数の割り算、これもなぜ 1.8 を 1.5 で割るときに、割る数も割られる数もなぜ10倍すればいいのかというふうなことも、少しずつ説明をしています。ですから子ども自身はなぜそうすればいいのかを分かる、そしてもう一つは、こういうふうに書けばそれが自然に実行されていることになるという2つのことを習っていくことになります。はい、ですからこのようにして 12÷0.8 の場合に、割る数を10倍するためには割られる数も10倍しなくちゃいけないっていうふうなことを一つ一つ書いていってもらうことにしたんですね。これによって最終的な計算だけではなく、なぜそうかが分かっていくということになります。そして割り算の概数と余り、このあたりかなり子どもたちにとっては苦しい部分、つまり余りというのは元の小数点を下ろすんだ、意外にこれ小学校の6年生になって忘れちゃってる子いるんですね。今のうちにしっかりとそのことを理解してほしいですね。
でここまで桁数が増えてくると縦にドーンと長くなってくるとすると、縦に揃わなくなるんですね。だからきっちりと縦に揃えて書きましょうねっていう練習のために枠を作りました。だからこういう単純な計算にしても計算欄をしっかり枠で作ってます。この一つの枠に一つの数字ということでしっかり書いていくときれいに揃った数字が書けていくということになります。で、分数に入る前の倍数約数を やってから約分があり通分があるというふうにして、ちゃんと、なぜそうできるのかを理解した上でそれを実際にやってもらうということを分数では考えていました。はい、でこのように対分数同士の足し算とか引き算について、引けない場合どうするかっていうふうなところもこう考えるんだよということを書いてみました。さて、最後の割合ですね。これ子どもたちにとって非常に難しいんです。何が何の何倍かということの何倍がこれまでは1より大きな数だったんでかければ大きくなった。でもこの単元ではかければ小さくなるんですよね。だから、なんとかの 0.4 倍です。 0.4 倍すると小さくなるというふうにかければ大きくなるはずだったのが小さくなるんで子どもたちは混乱する。とすると何が 0.4 倍だったの、それは黄色のリボンはですね、つまり主語を見つける練習ということにもなります。その部分もだいぶ意識しました。だから、割合の公式を、当てはめて、そしてただ機械的にやるのではなく意味を理解して、大きくなりそう小さくなりそうっていうことを予想してやっていってくれるように、考えてみました。さて、この小5のこの1冊の本を頑張ってやっていただければ、これまで70点だった成績が、100点に近づく。でそうすると6年生に入っていった場合により難しくなる単元の理解が早まるだけではなくって、僕ってできる子、私ってもしかしたら、できる子なんだっていうふうに自己肯定感を高めることができます。そうなるとより学習意欲が湧いていく、そういういい循環の一つのきっかけにこの本が役立ってくれれば嬉しいと思います。頑張ってください。